とりあえず一番綺麗な画角を作ってやりました。御社の会社を調べたら詐欺ってめっちゃ出てくるんですけどって言ったら、それと嬉しげ楽しげ村重です。今日は村重の2023年の最後のメイクをしていきたいと思います。昨日は、事務所の方と18時から忘年会して、その後、友達と忘年会して8時間10時間ぐらいぶっ通しで酒を飲んでて、顔がパンパン、今にも破裂しそうです。小野さん、年下も飲みたいです。え、てかビトンのネックレスしてるじゃん。違うよ。パオディ、パチモン、また誰に、クリスマス誰に、友人に、絶対彼女だ。まあいいんですけど、とりあえずアイスコーヒーガブ飲みして一回フェイスラインをつけさせました。で、なんと村重はですね、今手鏡をなくしたんで、ちょっとこれクッションファンデでメイクしていきたいと思います。なんでなんでこんな微妙な画角かというと、村重の部屋は今本当に汚いんです。もう足の踏み場がなくて、とりあえず一番綺麗な画角を作ってやりました。では行きます。まずはこれです。もうほんと汚くなっちゃってるんですけど、ジルスチャートの汚い、汚すぎだろ。そうだった、黄ばんでんの、分かんない。ジルスチャートデューセントシフォントーンアッププライマー03番です。これ村重ね、多分ブルベなんですよ。多分なんかい、うん、多分なんか、うん、多分やばい、眉毛ボーボー、まあ多分ブルベなんで、こういうブルー系のものを使っていきます。で、これは村重がいつもやってもらってるメイキさんのやり方で、もうクッションファンデのこれでやっちゃうっていう。こうやって叩くようにね、やっていくんですよ。村重のメイキさんがやってたんで、メイキさんがやってたんで間違いないです。こうやって、もう本当はパフとか持ち歩いてたんですけど、汚くなるのが嫌だったんで、やめました。もう全部同じようにしちゃう。うわ、なんかやっぱ酒飲んでるからさ、昨日ちょっと毛穴がかっぴらき気味ですね。まあそれもまたよし、毛穴かっぴらき隠しメイク。ちょっと乾燥してますね、最近肌が。村重は加湿器かけろやじゃん。いや、ありますよ。かけてないやん。いつも水入ってないやろ、マジで。いや、やってる、入ってる、入ってる、たまに。でね、まんべんなくしっかり塗っていきますよ。まあ、今眉毛がなぜボーボーかというと、眉毛サロンで眉毛を整えてもらいたいんで、だから生やしてます、めっちゃ。だからあんまりすっぴんで会えない、イケメンとかに。こいつめっちゃ眉毛生えてんじゃんって思われるね。いやー、2023年いろいろありましたけども、村重が一番許せなかったのは、最近詐欺に会いました。会いかけたんでしょ。会いかけました。なんかね、急に電話かかってきて、オタクもう裁判沙汰になってますよみたいな。知らない間に裁判かけられてんの、しげと思って、何がですかって言ったら、なんか過去に登録したアプリをなんか契約更新してるんですけど、あなた自身が、なのに契約更新してんのにお金が払われてないですって言われて、でもしげはアプリ結構引き落としでやってるから、そんなわけなくないみたいな、現金で払うアプリなんてしげ絶対入れてないから、ありえないと思うんですけどって言ったら、いいえ、もう起訴しますって言って、そのなんか御社、弊社、弊社がどっちですか、あなたの会社、弊社、あ、御社が、なんか御社の名前を調べたら、めっちゃなんか詐欺ってブワーって出てきて、やばいみたいな。で、そのお兄さんに、なんかお兄さんの御社の会社を調べたら詐欺ってめっちゃ出てくるんですけどって言ったら、それとこれとは違くてって言われて、違くないでしょ、
私は全部支払ってる自信がありますからってめっちゃ大きな声で言って、したらなんか、まあまあまあ落ち着いてください。とりあえずお金払えば何でもいいんでって言われて、いやいやいや、そんな心当たりのないお金払いませんって言って、で、もう一回確認するんで、かけ直しますって言ったら、いや、切んないでください。でも頂上決戦が始まったわけですよ。だから、私は払ってる自信があります、すいませんって言って切った。はい、で、この、エスポアかな、このちっちゃいマニキュアみたいなやつをね、 ESPOIR、 これを使います。これの20番かな。結構これ塗りやすくていいんですよ、こうやって。結構ね、シリはね、意外とあの顔の皮膚が薄いのであれしてますよ。あのファンデーションとかは結構しっかりめに塗ってます。赤面症も持ってるので、バラエティとかで面白いこと言えなくてやべえってなったら顔めっちゃ赤くなるんですよ、タコみたいに。だから結構しっかりそれが見えないように塗らせていただいてます。そう、それ詐欺にあったんですよ。許せなくないですか。だからその後も、あ、じゃあもう携帯の回線止めるんでって言われて、はお前がシュウの携帯の回線止めれるわけねえだろ、どこ行ってたねって思って、はい勝手に止めてくださいみたいな。なんかで、それを最近マネージャーの小野さんに話したら、なんて言ったらいいんでしたっけ、そういう場合は。なんか顧問弁護士通して、うん、あ、顧問弁護士雇ってるんでそこを通してもらっていいですかって大体切られるんですよね、うん、それめっちゃかっこよくない。顧問弁護士雇ってるんでそこ通してもらっていいですかって、詐欺にかかった人はみんな言ってください。でそれで切ったやつは詐欺、それでそれでも通してきたやつはマジです、マジで請求が遅れてるパターン。いやでも本当に意外とね、ズボラなとこはいっぱいあるんですけど、割とねそういうお金の問題はねちゃんとしてるんで、まあお父さんがちゃんとしてくれてるんで、ひろあきが。だからね、自信があったからよかったけど怖かった。やっぱ危ないですもんね、いつ自分がその詐欺に遭うかわかんないって。てかどっから番号流出してるだろう。最近政府とかからめっちゃメール来るんだよ。なんか政府のものですがみたいなメールめっちゃ来るんですよ。最初信じてて、え、政府が村重にメールなんのって思ってて、一回だけ開いちゃったことがきっとそれかな。はい、こんな感じで、まぶたも結構ね、あのアイシャドウをこう綺麗にのせたいのでしっかりやっていくよ。やっぱ酒飲みすぎた日って漏れない、顔が2杯ぐらいでちょうどいいんだよな。むくんでます、やっぱ今日。うん、どこら辺が目最悪、終わり、あとここ最悪です。ここら辺がシゲめっちゃむくむんだよな。そうもうやだ、どうしたらいいんですか。知らん、もうめっちゃやだ。うん、ちゃいますの。やん。はい、これでもう白。シゲってこんな白いんだ、いつもファンデーション塗った後。ちょっと一旦唇乾燥してるんで。はい、続いてジバンシーハイブランド。ハイブランドハイライトを使っていきたいと思います。これはジバンシーのプリズムディーブルプレストパウダー、なんかあれみたい、プリキュア、プリズムディーブルプレストパウダーのフェイスパウダーです。2番使ってます。このぐらいねいいんですよ、ぶっ飛ばしちゃって。白くてなんぼだろう、顔なんて紫色部ぐらいいってやるからな、シゲクラスになると。マジで関係ないから、こっちはファンデーションの色は2個ぐらい下げっちゃっていいと思うんですよね、明るさ絶対ダメだろ。いいんですよ、だってそのぐらいしちゃうのが可愛いの。その割首に塗ったりしないんだろうね。うん、しない、いいんです、首の色と違って。何言われたってどうでもいい、いいじゃん別に顔が白ければなんぼ。お前のファンデーションの色が合ってないんだよ、普通にって言いたいです。誰とシゲはいつも戦ってんだろう。本当だ。
こうやって次眉毛描くときにね、あのなんかベタベタしてると描きにくいので眉毛をメインに結構こうやって描いて。何笑ってんすか。使い方あったのと。あってだってメイクさんにされるもんよく。はい。このぐらい塗っていきます。はい、続いてアイシャドウ。デリン。これ。これなんて読むの。ウェキメキウェキメキみたいな。メキメキウェキメキメイクだろ。ウェキメイクワキメイクワケメイクワケ、ウェキメイクじゃない、わかんない。日本語やろ。日本語やろ。ねえ、ここの、今日何色にしよっかな。こんなにいっぱい色があるからね、毎回結構ね、気分によって変えるんですけど、今日はここにします。これベージュでいきます。いきます。もう仕事納めしてから日本語が喋れません。ろれつが回りません。アイホールにしっかりめに塗ります。ええやん。暗い。資源地って資源が明るすぎるだけ。うんちううんちううんちいやいやいやううんちうんちうんちうおうおうおう。こういうの平気で男の前で歌いますからね、資源は。ちょっとぼかしていこうかな。あんまりね、アイシャドウにパンチ強、目元がパンチ強くてもちょっとおっと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 なんで、涙袋にもしっかり塗っていきます。ええー、やん。めっちゃいいんだけど、かわいすぎ、普通にやばすぎで、YouTube 慣れしてなさすぎ。ここの一番キラキラのところを手で塗ります。ラメが分散するのが嫌なのでここは手でやります。わあ、めっちゃ綺麗。うん、すごくいい。 Beautiful I am beautiful。 どうですか皆さん、小野さんは忘年会とかしました？昨日忘年会あなたあった。あなた？うん。やっぱ？うん。なこと。何やっぱ？だってあんなに早く終わって忘年会切り上げるわけないじゃん。みんな絶対それぞれの忘年会行ってんだろうなって思ってた。え、ペスさん帰ってたよ。水田さんも途中まで一緒だったけど、私は。まあ家庭持ってるからね。そうそう。二人はね。うん。私は独身だから。そうですよ。小野さんは一生独身っぽいですよ。そうそうそう。そう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 。一生ね。本当に一生でいいんですか？うん。なんか今の時代ってその結婚を勧めるのが結構パワハラみたいな。そうなの？ムーブあるじゃないですか。なんかそう、女性とかも結婚が全てではないみたいな。ああ。っていうんですか。小野さんもそっち派ですか？うん。でパートナーがいいよね。マジで無理。事実婚？普通に法で結ばれたい、シゲは。で、法で結ぶ意味がちょっと分かってないパターン。シゲが？人が結ぶのはめっちゃいいと思う。そう、幸せそうでいいなと思う。うん。で、自分が法を結びたくない、誰と思う。シゲはめちゃくちゃ結婚願望ある。はい、続いて、このナチュラル、フェボリックみたいな。何？パブリック、リパブリック。リパブリック。パブリック。こんな感じでね。やばい、小野さんが映ってる鏡に。笑い方こんな感じで3段階ぐらいあるので、それをこのアリクションの眉ブラシを使っていきます。眉毛を作っていきます。最近はね、結構太眉にハマってます。村重は前まで細眉みたいな感じで本当にヤンキーみたいな眉毛なかったんですけど、すっぴんの時最近も生やしてるって、こうやってね、毛並みを合わせて、あー描きすぎた、毛並みを揃えて
ね。なんかカスみたいなのいっぱい出てくる顔から何このカス顔からカスいっぱい出てくるんだけど消しゴムやんこれ何のカスですか一体。乾燥しすぎて皮膚じゃない、この粉吹いてるじゃない、うん、でも確かにこの辺乾燥してるもん。してません。してます。してません乾燥してません。なんでそんな自信があるオアシスだから。怖いこの部屋何探してるんですか。オアシスかなって見渡してみた。めちゃくちゃオアシスです。確かになんかいろんなものが言い混じってるけど、うん、いいじゃんこんな感じでね。平行眉でなんか茂ね、眉毛がね片方だけ上がってるんですよ。だからそれを毎回こう均等にするのに結構時間がかかるか。こうやって可愛い可愛いって言いながら自分の顔をメイクするとだけでやっぱあれ可愛いかもって思えるのがいいですよね。いやメイクとか上手くなった気がする。やっぱうん、こんな感じでめっちゃいいじゃん。くそ。はい、続いて村重の最近のポイントです。眉毛ピンクにハマってるんですよ。なんかね顔が優しく見えるのピンクだと。シアーズスキニーカラーブロウ眉マスカラ02番です。ピント合えよ、カメラも合わせろよ。村重が今眉毛見してんだから。なんで村重が合わせんの。カメラが村重に合わせる。嫌な女。しげって YouTube をすることによってもしかしたら彼氏からどんどん遠のいてってるのかも。お願いだからしげのスキピがこの YouTube 見ませんように。ほら眉毛をね、ほら可愛くない、ピンク。え、これマジやってみてほしい、このピンク眉毛。めっちゃね、顔が急にトレンディーになるから。それなんで拭いてるの。え、なんかいっぱいついてるんですよ、うん、液体が。で、ベジョーってついちゃうから一回ティッシュオフしてつけると、カサカサの状態でつけれるので塗りやすくなる。なるほどね、うん、ためになりました。ポイントはね。そう、ポイント。小野さんもぜひやってみてください。いや私がピンク眉毛着てみ、引くだろ普通に。私は喜ぶ。なんでだよ。女できたのかな。だって女できてピンク眉毛するの。ピンクモード。何やろ。結構違うと思う。やっぱピンクのとピンクじゃないの。まあ村重はめっちゃ好き。みんなは好きかわかんないけど、村重はめっちゃ好きだし、顔が優しく見えるから好き。やっぱね、怖いって言われることが多いんですよ、しげ。顔がはっきりしてるから。なんか本当に睨んでもないし、何の感情のない顔もしてんのになんか怒ってるみたいな。これめっちゃいろんな人に言われるの。なんか最初はもっと怖い人だと思ってたみたいな。そのバラエティでブワーって喋ってる分、裏でちょっとでもこうっていう顔してたら、いやあいつもしかして怖いやつなのかなって思われるみたいな。それで結構寄ってこない男が多いらしい。ピンク眉毛にしたら男が寄ってくるかも。死ぬ気で描いてやる。死ぬ気でピンクにします。そうだからピンクに最近ハマって、昨日みんなで鍋パーしたんですよ。なとえ、足毛そんな食ってないよ。そんなとか野菜しか食ってない。食ったみたい。野菜だけね。野菜ですよ。マイナスゼロじゃん。カロリーないから野菜の。いやあるから。ないから。野菜カロリーあるんですか。あるに決まっとるやん。ないですよ。だって鍋の中に突っ込んだるやろ。だって草やん、女の。いや突っ込んだるやろ、うん、カロリーあるやろ。何のカロリー。味。いやいや、そんなのカロリー入んない。どういう計算したの。まあまあちょっとだけ食ったんですよね、そのつまみ程度に、うん、飲んでたしね。そうそうそう。で、あの今日の朝起きてリゾットにしてやった。何鍋だったの。キムチ。だから雑炊じゃなくてそれ言うの。違うよ、リゾット。リゾットにした。キムチチーズリゾット。チーズ入れて。あー、なるほどね。終わりだろ。いや、何の終わりだよ。終わりの始まりだろ。いいんじゃない。これあとね、イージーアイライナー。これアガリンさんのブランド、ビーアイドル。これね、こんな感じのね、超繊細な先端で
なんか眉毛がないところ、ちょっと足りないところに足すとめっちゃいいんですよ。真剣だから黙ります。ほら、これで、ね、ここの帳尻を合わせるというか、生えてないところ結構はっきりとした眉毛が好きなので、なんか大人の女性ってみんなさ眉毛はっきり描いてんだよね。昔は眉毛なんて薄い方がいいと思ってたけど、意外と大人の人みんなちゃんと描いてるから。あと眉毛生やしてる人が多い。なので村重を真似します。めっちゃええやん。で、続いてこの何わかんない、名前が英語わかんない。密着アイライナー、デジャブラスティングファイン E っていうのがあって、それのナチュラルブラウンを使ってます。うん、使いすぎてもう出てこない、なくなってるわでも2本目があるんです。同じやつですね。ほら、頼むよ、ピンと合ってくれよ。で、これを涙袋に買います。涙袋を書くとき分かったか。ほーら、いい感じ。ちょっとまあ書きすぎたなと思ったら、こうやってなじませてあげちゃったりとかして。いいね、頑張って。めっちゃいいんだけど、トワイスやん。はい、そしてちょっと洗濯機の音を BGM にお楽しみください。で、このまんまの勢いで目頭に、あ、目尻にラインを入れます。これで、うん、いいね。で、まあ気分で中も埋めちゃったり。はい、めっちゃいいです。なんかさ、ここ暗いからこっち側に寄ってて、こっちめっちゃ空白なんですけど、うん、いいじゃん、ええやん、ええやん、ええやんっていう風にやっていきます。はい、で、まあ、マスカラが一番だるい作業なので先にやっちゃいましょうか。スックスックのビューラー、これが一番いいから、スックのビューラーが一番上がります。スックのビューラーが一番上がります。ここは命ですから、なじませたりとかしちゃって、うわ、めっちゃ子供の声聞こえる。年末だわ。ちょっと偏りがちなまつげ。もうこれ納得いくまでこうやってまつげやり続けるんだよ、村重。痛まないの？痛むんじゃない？でも美容液いっぱい塗ってる、その代わり。ごめんねって。はい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 。ええー、じゃん。
こんな感じに。わかりました。これが納得のいくまつげです。あ、洗濯物ができた。偉くないですか、洗濯物やってんの。普通やろ。あ、こっち結構いい感じ、一発でいけた気がする。あ、でも今納得いかないところはこういうので、ちょっと何こいつ、めちゃめちゃ字が強いんだけど、キモすぎ。痛くない？痛くない。もう一回。あー、めっちゃいい。はい、続いてこのキャンメイク、もう村重が一生使ってるやつ、このキャンメイクのクイッククラッシュカーラー、これが一番いい。でもこれ最近ブラシタイプも出てるんだけど、このコームタイプが一番いいから、これが一番使いやすい。でちゃんとパッケージに書いてある、コームタイプとブラシタイプって。絶対コーム買った方がいい。もう話が違う、お話になんない、違いすぎて。まあブラシタイプもいいんですけど、一番このコームタイプがね、超塗りやすい。あとすごく塗れる。これもマスカラみたいにしっかりめに塗っていきます。ええやん。見えてんのかな。LINE 来た、誰？イケメン？イケメンから LINE 来た。ねえ、そういうアニメあるよね。マジでイケメンから連絡来るとテンション上がる。よかったじゃん。うん、名前言っちゃおうかな。うん、ダメだろ普通に。今イケメンの名前言った。ねえ、イケメンから連絡来るだけでなんかメイクが楽しくなる。あー、そういうアニメあるよね。なんだっけ、わかんない。わかった、トムとジェニー出てくる鳥。もう早くチューしたいな。ねえ、やば女すぎない？続いてスカイハイ。スカイハイのこれはメイベリン、ブラック01番ですね。これスカイハイの案件やったよね、しげ。やったね。めっちゃ嬉しかった。やっぱさ、使ってるものから案件くんの超嬉しい。頼むよ。誰言ってる。頼むからね。はい、塗っていきます。ザクザク塗りしていきます。村重はこうやって絡むよ。はい、で結構ね、こんな感じでしっかりめに塗ったじゃん。でもダマになってるとことか、何ちょっと毛が離れちゃってるとことかあるんで、それをこうやってこうやってつなげていくのだ、束にしていくのだ。この体勢めっちゃトイレ行きたくなる。手洗いだ。イケメンが見てるかもしれないから、せめて言葉遣いだけは綺麗にしとかないと。もう遅いだろ。はい、でこんな感じで束にしていきます。めっちゃいいんだけど。ちょっと今日会えるかな、イケメンに。気合が違うからな、マジで。会えるってなったら話が違うからな。 YouTube 撮るよとイケメンと会うんだったら、うん、また濃くなっちゃうからな。やかましいですか。こんな感じでドクドク。ほんとまつげ長いね。うん、
虫の足だよ。ねえ、ひどい。全然嬉しくない、そんなの。何虫の足って。長すぎて。これ縦にして塗るのもあり。はい。あ、きつい、マジで。で、次、束を作っていきます。いいね。はい。はい、そして続いてこの韓国で買ったここのブラシがこう斜めになってるタイプのやつ、ピンと合え、ほらここでノーズシャドウバチコーン入れていきます。今から顔に凹凸を作ってやります。別にもともと凹凸はあるんですけど、さらに凹凸を作ってやります。それが私のやり方です。ここが私のマザースカイ。ここをね、後ろ側にして。ほら、あるのとないのじゃ話が違うだろ。これがめっちゃいいんだ。で、次、ここのね、不思議は結構この丸い鼻がコンプレックスなので、とにかく鼻を高く見せてやりたいです。いいんです、別に会った時に、ノーズシャドウやばくねって言われても。え、村重のノーズシャドウがやばいことによって、あなたの人生何か損してますか？なんでそんな見学長が。世界とやっぱ戦ってるからね、ここら辺。ここら辺もね、こう塗ってた。これでほら、もう鼻が。ほら！あれ？クリニック行きました？って鼻になるでしょ？もっと濃くしてやろう。イケメンとあるかもしんないから。うん。で、ほら、その村重はね、ここ。まだね、鼻がちょっと赤いんですよ。ちょっと、赤みがある顔なので。なので、最後の仕上げに、どこ行ってん？あった。この、&B の、ファンシーラライトベージュ。あ！ノードシャドウはリリーミューでした。サッシー！サッシーの01案です。で、続いて、鼻をもう一回高く見せて鼻の赤みを消す、この&B のコンシーラー。ほら、こんな感じだよ。ちょーっとこうやってやったら小野さんが見えちゃうかもねー。部屋見えたことない。部屋別にね、見えて悪いものは何もないけど、汚いだけ。ダメだろ。で、これをちょっとこのぐらい手のひらにつけて、手のひらじゃない、指につけて、ちょっとこうやって塗っていく。そうすると、ここハイライトとしても使えるし、この鼻の赤みも消えるのだ。私は時効なのだ。心配ですか？全然通常の手すぎて何も感じなかった。あとシミとかも結構意外とあるので、ちょんちょんって、もう分かったよ、洗濯ができたのは分かったよ。シミが消えない年になってきたわ。はい、で仕上げにチークを塗っていきます。このナーズの、これ何番って書いてないな、この色のチークがね、ちっちゃくてコンパクトで、これアイシャドウで使われてんのかな。 BEHAVE っていう、でこのシャネルのブラシを使います。これは横川が買ってくれたマッチョの横川。横川が村重のリップクリームを食っちゃったの。ね。リップクリームを食っちゃうってキモいじゃん。
って食っちゃって、シゲがそれに対してめっちゃ怒ったの。どうしてくれんのこのリップクリームみたいな。でコンビニで買った400円ぐらいのやつなんだけど、猫川もごめん食っちゃったって言っててシゲめっちゃ許せなかったから、お前シャネルで買えよ新しいの言ったら、シャネルでリップクリームをカートに入れたんですよね、シゲが。そしたら、え、追加でブラシも買っていい？って言ったら、もちろんって言ってくれたから、追加でブラシも入れて、ハイライトもいい？って言ったら、ハイライトも買ってくれた。ねえ、何だと思ってる。はい、このチークをいきます。結構ね、チークは濃くてなんぼ。うん、まるで恋しちゃってる女の子みたいな、ピンクチーク。うん、なんかいつもの村重ですね、うん、めっちゃチーク入れる、うん、だからちょっと間違えたのだよね、うん、だからこうやってぼかしてるからすっげえアンパンマンみたいになってた、ひどいはい、感じいい感じね。なんか下まつげね、やんない方が目がでかく見える説、うん、どっちも好きよ私は。あるんですよ。こっちの方がね、意外と目が大きく見える。あ、こっちの方が、あの、まつげ長いのめっちゃ目立つ。あ、嘘？うん。あ、じゃあやっぱ下まつげ描かない方がいいのかな？なんか最近だるくてやってなかったんですけど、意外とね、まつげの下まつげない方が漏れてるんですよね、顔が。で、下がある分、上は短く見えるやん。うん。半減しない？確かに。下がさ、短い方がさ。はい、ラスト。韓国で買ったこのジェニちゃんが宣伝してるヘイレーハレーの103番見えてないをこれでも買ってくらい塗っております。ヘラだよ、ヘラ全然しないやん、ハレかと思った。はい、どう？めっちゃ可愛いじゃん、完成。これが最近の村重メイクです。2023年メイク、うん、2020年は変わっちゃうかも。2023年はでもどんなメイクが特徴的だったんですか？やっぱピンクを主に使ったメイクですかね。この眉毛がピンクだったりとか今まではね、アイドル時代は結構オレンジメイクが多かったんですけど、なんか大人になってから逆にピンクメイクをするようになりました。青みピンクだったりとかが似合うってことに気づいて、やっぱブルベランだと思う。そのリップマジ可愛いね。可愛いだろ、チューしたくなっちゃうだろ。はい、はい、はい、こんな感じで村重メイク2023年村重メイク、こんな感じ。え、でさ、こっから撮った方が漏れてたかも、白く飛びすぎてたかもしれない。嘘。うん、はい、顔にあるほくろとか全部見えちゃうよ。これが村重メイクでした。2023年最後の YouTube ですね。はい、バイ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 